皆様こんにちは。今回は Google アローのチャットを削除する方法と会話の履歴を削除する方法をご紹介させていただきます。 Google アローは Android と iPhone 用にアプリが配信されていて、使い方はほぼ共通していますが、チャットを削除する方法は異なっていて、履歴を削除する方法は共通しています。多少ややこしいので参考にしていただければと思います。まず Android でチャットを削除する方法です。 Google アローのチャット一覧を開き、削除するチャットを長押しします。表示される項目から削除をタッチします。これで完了です。 iPhone の場合は多少工程が異なります。削除するチャットを開き、右上のユーザーアイコンをタッチします。表示される項目から削除をタッチします。これで完了です。Google アローではチャットのスレッドを残したまま会話の履歴のみを削除することも可能です。またこの方法は Android と iPhone で共通しています。まず履歴を消去するチャットを開き、右上のユーザーアイコンをタッチします。表示される項目から Android の場合は履歴をクリア、iPhone の場合は履歴を削除をタッチします。Google アローは Android と iPhone では若干操作方法が異なる部分があるのでご注意ください。以上、 Google アローのチャットを削除する方法と会話の履歴を削除する方法のご紹介でした。